よかばんこんばんはこんばんはよかばんですさて新型コロナウイルスの感染拡大によりまして宮崎県独自の緊急事態宣言発令中です、はい、そこでよかばんでも外に出ての取材というのは現在自粛中ですただ今できることを知恵を絞りながらお送りしてまいりたいと思いますそうですねこのご時世に合わせて皆さんに楽しんでもらえる番組をお届けしていきたいと思っておりますはい。 ということで、今週まずは晩飯のコーナーから。はいまあ、このご時世ということで、はい、今日はおすすめのテイクアウトグルメをご紹介したいと思います、はい、はい、ますは、ね、私と武田さん、はい、ちょっとソーシャルディスタンスを取りまして、はい、間にアクリル板を立て、はい、そしてスタジオ、この緑の光の中で、<laughs> そうですねちょっと寂しい感じでお送りしてまいりますが。あただですね こうするとほら浜辺でランチを食べてる感じにもなりますしもう一回行きますすよこうすると山でこうピクニックをしている感じにもなるわけですよいろんなところにこう行った気分になりながらグルメ楽しんでいきたいですね。ということはこんな感じでいくと先週スタートしたばかりの新番組「スマイルのセットで。 ね、やるということもできると <laughs>、はい、番組の PR もありがとうございます、はい、背景の変化も楽しみながらご覧いただければと思います <laughs> 今回の「晩飯は絶品テイクアウト特集それでは早速一品目はこちらです いやー来ました。これカレーですね。もうスタジオ中、はい、本当にねスパイシーないい香りがしてるなと思ってたんですよ。そうでしょはい。今日はですねはい、はい、スパイスハウス U の日替わり2種のスパイスカレーをご用意しております。うほうほう2種ね 2>、はい。本日は軟骨のビンダルーとココナッツとリンゴの手羽元。ほうビンダル。ー、はあ。ビンダル。ー。ー初めて聞きましたねその名前。でしょ？その ビンダルーからいっちゃいましょうか。じゃあ、いただきます。うん。おお。軟骨とろっとろ。うん。そしてスパイシー。いや、ちょっと。ガンジス川が見えてきましたね。ね <laughs> ああ、沐浴する人たちの姿が。見えてきましたね。ね <laughs> はい。<laughs> 美味しい。 軟骨のビンかつお節で出汁をとってまして和風テイストに仕上げているんだそうですあそう言われたらそんな感じがしてきた、はい、<laughs> じゃあココナッツもいっちゃっていいですかうんこっちは本当ココナッツの香りがふわっとして、うん、まろやかな感じスパイシーさの中にこう、はい、まろやかさがある感じ。 あのこのですね、日替わりメニューは店長の気分次第なんだそうです。<laughs> あ、とってもカレー美味しかったです。ありがとうございます。あの、日替わりメニュー。店長の気分次第ということなんですが、<laughs> 本当なんですか。そうですね。<laughs> はい。食材とかは。その日に決めてます。うん、味の対比みたいなのは、やっぱり意識されてるんですか。 ああなるほど番組をご覧の皆さんに一言い言頂いてよろしいでしょうか世の中暗い感じになってるんですけど今は皆さんでご協力してでまたあの落ち着いたらお店にも遊びに来てほしいなと思いますわかりましたまずはこのおい、ね、しいカレーで皆さんを笑顔にしてくださいはい,あり,いありがとうございましたありがとうございました後は、うん 甘いもの食べたくなりませんいいですねいいですか続いてご紹介するのは贅沢なスイーツですわあすごいこれはテンション上がりますねいいですねきましたねかわいいいちごがたっぷりのっててしかもですね、うん、このスタンドにこう立てかけてあってなんか花束みたいなんですよお<ー>かわいいい,いい表現ですね似合う ラフレーズさんというお店のクレープなんですけど、ねはい、よろしくお願いしますいちごがたっぷり乗ってて食べ応えがありそうですいただきますうーん。フレーズおいしいうん。いちごがみずみずしくてこの程よい酸味をですねクリームの甘さがこまろやかに包み込んでくれてますようん、うん、生クリームとの相性抜群ですね あ、ありがとうございます。いちごはどういうものなんですか。<laughs> うん、あの、自分が作ってるんですけど、桜咲くっていう、あの、自分たちでブランドにして売ってるんですけど。うんうん、あの、いわゆる糖度とか、そういう数値なんかも、はい、何度以上みたいなのもあるんですか。うん、年間通して、12度ぐらい。いけるように頑張ってます。おお<ー>。もう、本当に、いちごが主役のクレープですね。あ、はい、すみません、ありがとうございます。 店長の声もかなり弾んでますね <laughs> はい、ちょっとちょっと緊張してます、はい、<laughs> 本当ですか <laughs> はい。他にも店長おすすめのクレープがクレープブリュレいや見事な焦がし目焼き目がついてますねすごいですねいや美味しそうこれこれもすくって食べるタイプの今ロッカーさんが食べてますうん <laughs> 香ばしさと甘さと、うん、いや大人の味わいですねそうですね、ありがとうございます、うん、美味しいちょっと待って、もうこれかぶりつきたいうん結構たっぷりブリュレが入ってますね店、ね、長、テイクアウトできるクレープっていうのは全部で何種類あるんでしょうか十六種類ぐらいあります いっぱいありますねそうですねまたそれにイチゴが入ったりとかいろいろバージョンが変わってくるんでいろいろ選んであのテイクアウトできるようになってますんでよろしくお願いしますじゃあ皆さんぜひあのご飯のテイクアウトをした後のデザートに楽しんでもらいたいですねはい、はい、<laughs> ありがとうございましたごちそうさまでこんにありがとうございました、はい、さて続いてのテイクアウトグルメなんですが U. M. K. では去年の年末からファストピックというテイクアウトアプリがスタートしたんですよね。はい、皆様もおるんでしょうか。はい、しましたよ。あ、もう入れましたか。はい、入れました。はい、このファストピックなんですけれども、はい、スマホアプリを使って、どこからでもお店に注文が可能。うん、さらに、事前にキャッシュレスで決済もできるということで。あとは指定した時間に、お店に取りに行くだけと。はい いうものなんです、ね、だからあの仕事が終わる時間に合わせて予約をしておいて、取りに行くとか、うん、さあそんなファストピックに登録されているお店から、今日はこちらをご紹介します。はい、ダイエットに成功したロッカさんにも嬉しいヘルシーメニューがテイクアウトできるココボールズですはいまずは私、ムーチョマッチョボールという名前がついてるんですが、肉が、肉が輪になっている。<laughs> 2種類の肉が輪になってますねそして真ん中には温玉でしょうかう野菜と動物性タンパク質をグッと取り込めそうな <laughs> ボリュームがありそうです、ね、ムーチョマッチョボール真ん中の卵ああいい感じで半熟ですね美味しそうですねそして、はい、これああローストビーフだな <laughs> うん とろっとろの卵が絡まってまろやかそしてローストビーフも脂がそんなにしつこくないというかほ、うんとマッチョボールな感じがねタンパク質良質なタンパク質をしっかり摂取できそうな感じがしますねそしてもう一つのお肉があこれチキンですねうんこちらはまた さっぱりとした味わい。<ー>ああ、これ今マッチョたちに囲まれてる感じがしますね。本当 <laughs>。それ出るかな。ぐるっとマッチョたちに取り囲まれてる感じが。<出る> <laughs> その仲間入りしたいな。<laughs> これ見た目に反してこうヘルシーといいますか。高タンパクで、えー、低糖質でカロリーかつお腹いっぱいになるような。 あのマッチョになりたい方にぜひおすすめのメニューとなる。いやー私なりたいんですよ。<laughs> ダイエットしてあとは欲しいのは筋肉なんですよ。<laughs> トレーニングとはい。そちらのムーチョマッチョを選んでいただければマッチョになれるかと思います。わ <laughs> かりました。<laughs> 続いて女性客に大人気のビーガンボール。綺麗ですね。いろんな野菜が入ってます。 さらにヘルシーな感じのメニューということですね,、はい、ですねはい、お肉などは入っていないということなんですがこの真ん中にですねこれひよこ豆かなをこうトマトソースで煮込んだようなメインのおかずが入っています、うん、まずこれ見た目が綺麗ですねありがとうございます見た目も楽しんでいただけるようなおかずになっておりますメインのおかずがガルバンドというひよこ豆のトマト煮になるんですけどもうん、うん、お野菜でも タンパク質を取っていただきたいという思いでお、ま、豆を使った、えー、メインの料理と、うん、あとは、えー、お野菜をふんだんに使った料理となっておりますうん。わあおいしいですねご飯に合いますこのソースがーはい。お肉だったり動物性のもの入ってないじゃないですかうん、うん、でもしっかり食べ応えがあるんですよこの人参はちょっとマリネで 酸味があるような味付けにしてあって、うん、またこうそれをこうひよこ豆と混ぜながら食べるとまた違った味わいになりますしまたあのご飯も普通のこう白米じゃないですね宮崎県産の日の光の玄米を使っておりまして食物繊維をたっぷり取れるなる,、うん、なるほどこれはいいですねしっかりお腹いっぱいになるけども罪悪感がないヘルシーな感じです、えー、なかなか外食ができない 状況があるとは思いますが、お家や職場でぜひヘルシーで健康的な料理を楽しんでいただければなと思います。さあ、ファーストピックからもう1店舗、創業およそ60年の老舗当天閣から。 本格中華をテイクアウトしましまたはいちょっと中国に旅行に来た気分で味わいたいですね。オ。あの私はですねはい、はい、カニとレタスのチャーハンということでですね、うん、結構ですねカニもレタスもたっぷり入ってますうんうん、うん、盛りだくさん盛りだくさんテンション上がるなこの匂いいい香り どうですかおいしい鼻から抜けるごま油とカニの香りがもうたまらないですね、うん、そしてやっぱりこの家じゃ絶対できないパラパラ感これはやっぱプロの技そうああ、ね、中華鍋で一生懸命炒めてくださったんだろうなって感じがしますこのパラパラ感とこのいい香りやっぱり最高ですね はいえー、とパラパラの食感とですね、あのーはい、その中でもやっぱりかに肉とみずみずしいやはりそのレタスの食感をぜひお楽しみいただきたいですねうんやっぱりこのパラパラ感とかこの美味しさっていうのはその調理方法ですか、はい、そうですねやはりあの中華の火力であのしっかり炒めてますのでお店じゃないとそのパラパラ感は出せないと思いますじゃああの中華鍋をぐるんぐる回して、はい、料理されてるわけですね そうですね、うちのシェフが心を込めてしっかりグルングルさせては <laughs> <laughs> さあそして私はとうて特製の五目あんかけ焼きそばいいですね人気ナンバーワンのメニューらしいですよはいうんうまい <laughs> いやもうドラがじゃんじゃんなりまくってますよ今 <laughs> ガンガンドラがいや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  <laughs> でもねあんがなんていうのかなすごく上品で、うん、そして野菜も具も盛りだくさんで <laughs>、うん、食べ応えもあっていやこれは大満足ですね、うん、さすが老舗の味。うん あの、はい、豚肉などのそのいろんな具材はもちろんなんですけれども、やはりその中華の鍋でしかなし得ない野菜のシャキシャキ感をぜひお楽しみいただきたい料理です。うん、本当にあのこのコロナ禍をきっかけにですね、あの我々飲食業が、えー、お客様の皆様に支えられてあの成り立っている商売だなっていうのをすごく痛感しています。えー、今は声を大にしてその来てくださいっていう言えない、うん。 時期にはなっていますけれども、はいえー、収束しましたですねまあ一段落いたしましたらぜひお店の方に、えー、寄っていただいて美味しい中華を召し上がっていただきたいと思います我々もこのテイクアウトを利用しながら食べて応援していきたいと思います、うん、はい、ありがとうございますよろしくお願いいたしますはい、ありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございます あの、まだまだこう進んで外出できない日は続きますので、はいうん、4日版では今後も皆さんのおすすめのテイクアウト情報を募集したいと思います。おますこんな美味しいテイクアウトがある。この珍しいものがあるなど、情報と一緒にお寄せください。umk アプリからお待ちをしております。よろしくお願いします。